4月26日金曜日。天気、晴れ。午前1時。やっとターミナルに帰り着いた。ターミナル内のフリー Wi-Fi でインターネットを楽しむ。自分がアップロードした動画の再生数やコメントを見たり、Twitter をしたり、幸せな時間だ。一度部屋に戻って仮眠を取ったものの、朝7時には再びターミナルにノートパソコンを持って出て軽い作業をした。他の寄港地の港も同じくらいネット環境が良ければ、各港から動画の投稿ができそうだ。帰船リミットが近づいたので部屋に戻ると、内線が鳴った。ルームメイトの一人が帰ってきているかどうか問い合わせる内容だ。どうやら帰船の手続きがまだらしい。船の出航時間までに帰ってこれなければ、そのまま置いて行かれてしまうそうだ。両隣の部屋も同じ内容の内線を受け取ったようで、通路でお互いのルームメイトを心配し合った。結果的には、帰船リミットギリギリに戻ってきて、部屋に戻らず公共スペースで談笑していたそうだが、非常に心臓に悪い朝だ。香港出航予定は午前10時。大阪港の時よりも簡素な出航式が取り行われる。香港で下船した、香港の青年活動家たちがターミナルから手を振ってくれている。当時は、どうせ口先で綺麗事を並べて理想を語るだけの人たちだろうと思っていたが、2019年末の香港を見るに、彼らは本当に活動し、戦っていたのかもしれない。彼らの話をもっとよく聞くべきだったと、後悔している。出航式の後はブランチに向かう。徐々に遠ざかっていく未来都市を見ながらの食事は格別だった。カレー味の春巻きが最高に美味しい。そして、その2時間後には昼食だ。チーズハンバーガーだったが、先ほどブランチを食べたばかりだったので、バンズを取らずにチーズハンバーグにした。めちゃうまい。我ながら天才だ。食後は名札作りイベントに参加する。これがあるとないとでは、人の覚えやすさ、覚えてもらいやすさ難易度が大きく変わる。名札デザインセンスは壊滅的だったが、きっとこれは眠いせいだ。そうに違いない。だだだだって、昨夜はターミナル周辺を数時間さまよい、睡眠を3時間ほどしか取っていない。私は自室に戻り、夕食まで寝ることにした。起きたらすぐに夕食だ。寝起きで食事は辛いかと思ったが、あっさりした和食でペロリと平らげてしまった。同じテーブルのおじさんが甘いもの嫌いだったので、デザートの蒸しパンを2個食べることができた。最高だ。改めまして、ご視聴ありがとうございます。うぷ主の月葉です。皆様ごきげんよう。ガヤのあやめだもんね。今回は香港観光パート2です。ノイアン街で無事、ぼったくられつつもチャイナドレスを手に入れたうぷ主が次に向かったのは、チムサーチョイです。香港の大商業エリア。中心地みたいな場所ですね。海浜公園があり、そこから海越しに香港島を望むことができます。夜景スポットか。そうです。私の狙いは、毎晩8時から約10分間行われる光と音のショー、シンフォニー・オブ・ライツ。音楽に合わせてビルの電光掲示板がピカピカしたり、ビルの屋上からレーザービームが発されたりします。さて、私がチムサーチョイに到着した時、あたりはまだ明るく、8時までは時間がありました。あと何箇所か観光できるね。ですね。しかし、観光に夢中になるあまり、お目当ての夜景に間に合わなかったら困るので、先に夜景スポットの下見に行きます。うぷ主は勘で海があるだろうと思われる方向へ歩き始めました。嫌な予感しかしない?船から見た香港の街はすごく綺麗で未来的でしたが、歩いてみるとそうでもないことがわかります。上からエアコンの室外機からのものなのか、水滴がしょっちゅう落ちてきますし、少し人通りの少ない場所に入れば、公衆トイレのような悪臭が漂っています。なんでそんな人通りの少ない場所に入ったの?そや、まあ、道に迷ったからですけど。やっぱり、このうぷ主、迷子スキル高すぎるんだよね。大丈夫です。初めての場所に行くと必ず迷子になるレベルなので、たとえ迷っても冷静さを保てます。広い公園で休憩したり、地下鉄駅の Wi-Fi で地図を見たりしていたらあら不思議。シンフォニー・オブ・ライツまであと1時間ほどになってるじゃないですか。他の乗船者と駅で待ち合わせ、海浜公園まで連れて行ってもらいます。なんとか前から2列目に立つことができました。
海からドブの匂いがしたので少し辛かったですが、夜景はカラフルで、海面への反射もあってすごく綺麗でした。夜景の規模や明るさなら、6月に訪れることになるニューヨークの方が上ですが、海面に映る光の感じは香港の方が綺麗だと思います。お目当てのシンフォニー・オブ・ライツは、ちょっと期待を高く持ちすぎました。結構いいじゃん、いつサビに入るかな、いつ盛り上がるかな、って思っとる間に終わっちゃった感じだね。個人的には、日本の花火大会の方が好きです。その後は、夜景の見える少しお高いお店で中華料理を食べて、迷子になりつつ船に戻るわけですね。香港観光編終わり？終わりです。よくよくまとめてみたら、ウプ主本人はすごく新鮮で楽しい経験をしたのですが、観光動画にするには行った場所が少なく、滞在時間も短く、写真や動画などの資料も少なく、観光編はあっさり1寄港地1パートで終わらせて、船内での話をした方が視聴者は面白いのではないか、と思い始めました。なので、次の寄港地からは基本的にそうしていこうと思います。香港観光の反省点は、予定が少なすぎたことですかね。うまく組み込めば、もっとたくさんの寺院や観光地を訪れることができたはずです。香港にはたくさんお寺や教会がありますから。もし次香港に行く機会があったら、しっかり寺院巡りして、今回は行けなかった香港島の方にも行ってみたいかな。それでは、今回はここまでです。最後に地球一周クイズの正解発表だね。ウプ主が香港観光で歩いたのは何キロだと思う？こちらが4月25日、香港1日目。こちらが4月26日、香港2日目のデータです。結構歩いとる。これを足すと、31.3キロ、約5万歩になります。アンメルツを持ってきていて本当に良かったです。この5分の3くらいは迷子で稼いだんだろうな。それでは、今回はここまでです。最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。